エッツゴー、レッツゴー3匹。エッツゴーって聞いて何を思い出す？あー、どうでしょう、試験に出るどうでしょうですね。あ、はい、こんにちは。はい、こんにちは。もうちょっとバト2だから、ちょっと待ってね。レインボーバトンが出ないんだ。これのゴリラの進化系、ヒレデトゥールはレインボーバトンのためにエリティスタ、ディスカ10、ソーサー15、カッター15、スピナー20、スライサー20でレインボーバトンで出ない。じゃあ今さ、これともう一個前のものさ、でイエローブースのやつだとさ、これ出たことあるんだよ。なんだっけ、アルティメットでさ、レアの、ゴリラ、あ、レアゴリ出たことあるんだよ。え、ノーマル、アルティメット、アルティメット出たことあるでね、落ちたんだよ、ゴリラの顔。それが杖なんだよね。お、いや、アルティメットのやつゴリラの顔は出ないよ。杖出ない。あ、ベリ派かな。ベリ派だよ。ベリ派だね。じゃあアルティメットのゴリラで杖関係は一個も出ないからベリ派だよ。ベリ派だね。ベリ派で出てさ、出てさ、杖が落ちてさ。だってあなたイエローブースでしょ、昨日。だからあれだね、ヒルデベアかヒルデブルでもね、それは見たことある。おおおおって言うから、なんかマインクラフトのダメージ食らった時みたいな、おおおおってやつ。いいゴリラ出てこいや。出さなくてもよかったかな、ゴリラ、はい、普通のゴリラ。普通のゴリラからはゴッドバトルですよ。ゴッドバトルいいね。いいバトル。 あなたそうです、もちろん固まってもいいんだよ、ゴリラ。固まりますな、ゴリラ先生。すごいゴリラだけど、おっと、この後怖い。はい、見せた。156の価値でしたね、あいつは。あいつの意味156ってしょぼいな。いや、すぐ固まるもんね。うん、これぐらいの価値で十分だ。あんあん、この森はわしらのじゃ。お前らみたいなものが来るところじゃない。さっさと帰らんか。帰らんか、この芋虫どもが。うわ、あなたまた来るって。うわお、飛んでるよ。うん、その飛んでるやつを無視、むしろ殺してくれって公開処刑をしない。あー、どこだあいつ。あいつ死んでたし。赤いやついる。よいしょー、落ちていいんだよ。あ、なんだろう、爆風みたいの食らってちょっと背中が痛かった。ダチョウ食らうかい。あ、あなたこれ上げれば倒れるんじゃないか。うん、倒れないよ、私倒れないんです。あ、グランディウスだ。痛くない。なんか俺食らわなかったね。よし、はい、さようなら。よし、早い、持ちない。どうせすいません、この野郎。どっちの子なんだ。まっ、いらないから殺すね。いや、倒しとくだけ倒しとく。で、蚊に壺刺されてる。やめて、触らないでほしい。やれ、ハコさん、ラッシュだ、ラッシュ。もうなんか俺のところにめちゃめちゃ蚊が飛んできてる。よし、退治しとけ。夜も寝れん。耳のどこでブーンって鳴られる。俺あれ嫌い。それ誰だって嫌いだよ。本当に嫌だ。なくなればいい。俺はあの時ね、ブーンってきたら、わーって大声出す。逃げる。あのね、もう出てこないだろ。多分ね、大きな声でびっくりしてね、破裂したんだと思う。鼓膜がとか爆発したんだね。鼓膜がかい。鼓膜が爆発したの。カニ鼓膜ってあんのかな。あれでしょ、わかんない。人間じゃないんだよ。てか、アホさん、よろしくラッピー。ラッピーエスケープストップ台。今チェケラ状態だ。直さなくていい。ここでずっとこれってやってればラッピーだと。なるほど、もう逃げた時にもうすぐだったからね。逃げるエルラッピー固まって。いや、またですか先生、早いです。必殺技たまんの早いな。どんだけダメージ食らってんの。落ちてもいいんだよ。落ちてもいいんだよ。落ちてもいいんだよ。もうこいつ出ないじゃん。出ない、出るよ。出ない。あ、あと赤いのじゃなかったかな。赤いのじゃなかったっけ。青青か、ドバイ。オッケー、オッ
ここで使っちゃうか、うん、ゴリラに使っても知らないし。衝撃チョップ、あそこ1P か、なんで 1P じゃねえのにと思ってたんでしょ。1186、十分です。こいつらがね、赤のセーバーなんだよね。やっぱさ、俺だって欲出しすぎだからかな。欲満載だぜ。いいからレアでも出せよって言う。離れろあんた。そんな欲出してないと思うんだよね。欲だらけだよ、割と欲だらけだよ。出ていいのよ。でもジェイソン欲だらけで出したからね、一瞬で。でもクリティカルでもこの弱さ。ゴリラ動物園行き、ワイプス。背中に穴が開くぐらいだった。余裕余裕。ザゴメ、話にならん。ごめんなさい、今メッセージ取っちゃったから、あと無駄にザラを打ったり。もっと強いゴリラを落とせ。いや、いいです。経験値になる。レアエネミーだと経験値でかいんじゃなかったかな、確か。クラブ。あ、間違えた。あ、もう間違えた。正直俺使い物になんねえから。最後一応これやっていこう。フルードやってるわ。おお、耳長。あ、両方普通じゃない。うん。相変わらずシルドラゴン。俺が。まあ、こいつ勇者のディスカだからもうラッシュでお願いします。こいつから落としたし、ね。うん。もうあれはいらない。時間出さない。チーズドラゴンは。ありがたいわ。ああ、そっち行くと尻尾が当たるかもしれない。大丈夫。おお、やべやべ。で、こうなったときに顔、俺顔、どれぐらいダメージ食らってんのか見たいわ。魔法は変わんないんだよ。でも 69×何十倍でしょ、見てこない。何十倍ってあるじゃない、すごい量の攻撃。そうだ、泣くかな、泣いた。耳栓が必要じゃないって最高。一回さ、ハゴさんさ、一人の時さ、潜らせないってのやって、潜らせなかった。さすがに潜るけどね、2人の前だと HP とか上がってるしだね。くそ、よし、マップなし。きた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 、おお、マップなし。さて、どっちが、うん、どっから来る、どっちが潜るし、後ろだ。おお、ヤバタガラス。ヤバタガラスですか。一応ね、攻撃力とボイルの高さ。失礼して、セーフ。俺も、はい、オッケー、これも大丈夫、大丈夫。弱いな、もうマップ見なくても倒せるから。マップ開いちゃってもいいじゃん。上がった時に戻るんだよ。俺はもう干渉してよ。ただの反応が持ちながら。おお、早いな。もうこいつ何万匹と倒せるよ、もう。二人とも、魔法だったら、うん、一瞬だよ。一瞬だね。15,000。あと13,000。ギバット19。おお、やったじゃん。ギバットってそんな低かったの？低かったね。ハゴさんからして低いでしょ。ほら。ほら。だってあなたが使える最後だ。15。うん。使っちゃう。売りぐらいんだ。まあ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 。もう一回行けばレベルアップ。最低だな。今もう1ミリもじゃなかった。最後ぐらいだ。落ちねえな。最後のギバート19ぐらいだよ。しかも19っていうね、うん、美味しくないね。今回は、はい、まあ、ここまでですかな、うん、次また森を周回してね、ゴッドマインドとゴッドバトルできれば、エリティスタみたいなやつとか、あとは、うん、中のセーバーとか持ってないやつをねゲットできれば。そうだね。あとレベル上げもね、次はできたいと思います、うん、じゃあということで、ね、うん、じゃあということで、はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。はい、じゃあ。